どうも、タビアンでーす。天外魔境2、続きやっていきたいと思います。今日も楽しんでいきましょう。前回まではこちら、越前で和田摘み御人衆に行く手を阻まれました万事丸、一人ぼっちでございます。人魚のとね、駆け落ちをしたという男を追いかけ、仰せ堂へ入りましたら、ここは一体どこなんでしょうか。人魚の国なんでしょうか。続きやっていきたいと思います。情報収集いろいろしまして、まずね、和田摘み御人衆に出会いました。越中に玄武城という城がねあるみたいですね。なんか一夜にして一夜城なんでしょうか、10もの城があるという噂もね聞いております。そしてハマグリ姫、漢字で書いてみましたけどねハマグリ姫の下に和田摘み御人衆なるものがいて、なんか岩を置いてね、越中に行けないようにしてきましたね。何者なんでしょうか、和田摘み御人衆。そして現在いる場所、越前、こちらいろいろメモしております。人魚村にたどり着けるんでしょうか。仰せ堂を通りました。そして金谷堂っていうとこ行ったんですけど、なんか敵が強すぎて退却しました。あと輪島村が北にあるっていう情報をね得ました。あと富山城に来てくださいよって言われてるんですけど、なんかね頼りない殿様の弟だったかな、弟か兄か忘れましたけど、なんか頼りがいのある殿様がいる富山城、一体どこにあるんでしょうか。続きやっていきたいと思います。地図で確認しよう。ここはどこなんだ。越前、あ、なるほど、離れの島に飛んだんだね。こっから北西のとこにいたけど、ここなんだ。はい、じゃあこの島をくまなく調べようか。まずは横に洞窟があるね。万事丸、次の段まで970、まだ遠いね。一気の桑装備しております。千年洞、なんだここは。あ、千年前に火の一族がいたっていうね伝説もありますけど、敵出てくるのかな。なんか出てきそうな気もするけど、あ、またあの5人組だ。万事の大将、今日お日和も良いようで、万事丸さんも釣りでござんすか。あしら今日は商売の方を休んで魚釣りとしゃれ込んだんですよ。おかげさまででっかい獲物を捕まえましてね。これもあしらの日頃の行いがいいからでしょうね。万事丸さんもどこで神様がご覧になってるか分かりませんから、行いには気をつけてくださいやしよ。なんだ、魚釣り、どういうことだ、あの5人組。あ、ここなんだ、何もなし。あれ、階段があるけど、もう一個の道もちょっと気になるな。先にちょっとこっち、あ、ただの行き止まりか。オッケー、こういうとこ消し込んでおきたいんだよね。宝箱ねあったりするかもしれないから。でまた出てきたら笑うよねここさすがに出てこないね。なんだここは。ん？またワープしたのかな？あ、人魚村！人魚村に到着しました。あ、あなた火の一族でしょ？ダメよ、あの男は渡せないわよ。一生閉じ込めておく方がいいの。あの男。あなた火の一族の万事丸って子？女王様が取引をしたいっておっしゃってたわ。取引？
なたも足元兄弟の関係？いや違いますよ。じゃあサンタさんのお友達ね、女王様には見つからないようにね。今日は特に荒れてるみたいなの。え？荒れてる？宝箱あったりしないか。人形の国に来てしまいましたね。なんか広くないここ。え？この牢に入ってるやつはね、極楽太郎っていう大飯ぐらいのろくでなしの最低男よ。え、1000年前に死んだんじゃないの？そう、あなたと同じ火の一族。え、極楽太郎。その牢の中の男が言うには、自分の恋人には火の一族の血が入ってて予知能力があったんだって。で、その恋人が死ぬ間際に、あなたは千年生きろと遺言したってんだけど、ちんけな話でしょ。どうせならもっとうまい嘘をつけば人魚なんて簡単に騙せたのに。牢の中のやつはさ、人並み外れたバカ力だけが取り柄の男なんだけどね、さすがに女王が牢にかけた封印だけは力ずくじゃ破れないみたいなのよ。ここ300年ばかし声も聞いてないけど、中でくたばってんのかもね。え、1000年前から生きてんの？あ、これ女王様？ちょっと待ってね。他に情報収集。私たちの涙を人間が飲むと寿命が1000年伸びるらしいのよ。その涙を飲んだのが極楽太郎。そこの檻の中に入ってる男よ。飲んですぐ捕まったらしいから1000年のうちの大半檻の中よ。極楽太郎、1000年前から生きてんの？わらわはこの人魚村の女王ヤダキじゃ。してお前は誰じゃ？その紫色の髪、もしやお前も火のものか？あれの他にもまだ残っておったか。え、これ紫、あの女王様も紫の髪だね。もしかしてそのあれですか、人魚と人間のハーフが火の一族？そんなことはないか。まさかあの化け物を外へ出せなどというわけではなかろうね。それはできぬ相談じゃと言いたいところじゃが、わらわの頼みを聞いてくれるならあれを牢から出してやろう。おお、極楽太郎、救出ミッションですか？実は娘が人間にさらわれた。大方輪島村あたりで見せ物にでもされるのじゃろう。あ、輪島村、はいはい、ちょっと待ってね。越前のトゥードゥーリスト、輪島村北にあるみたいだね。その火の力を使って娘を取り戻してはもらえぬか。わかりました。娘さんをね、たぶらかすなんて不届きなやつね、私がこっぴどく言ってきますよ。ありがたい、さすが火の勇者じゃ。誰かあれをここへ運べ。この方にあれをお見せするのじゃ。あれですか？あ、極楽太郎。おーい、極楽太郎。おお、その血の匂い、まだわし以外に火の一族が生きとったんか。みんな落ちんじまったと思うとったぞ。そういや、根の者もよみがえってまたしたい放題やってるらしいの。わけえの、一人じゃ大変だろ。そこで相談だ。わしをこの牢から出してみんか。もちろんただとは言わんぞ。男として二つの約束をするぜ。一つはこの辺りの根の連中を一撃で潰してみせよう。そしてもう一つ、どんなことがあっても最後まであんたについてったる。
おお、頼もしいね、極楽太郎。どうだ、悪い話じゃねえだろうよ。まあそこんとこよく考えといてくれや。極楽太郎、仲間になってくれ。じゃあ行ってきますね、女王様。サンタという若者も助けてやってくだされ。あ、これ母としてすごい聞き分けがいいというかね、相手のこともね思うなんて女王様立派ですね。どこの海のものとも山のものとも分かんないのにね。さあ、もうちょっと情報収集してから行きますか。昔人魚も火の一族のそばで戦ったわ。七人の勇者の中にも人魚族の血を継ぐ者がいると聞いているわ。誰よりも火の一族を信じてたそうよ。あの檻の中の男が現れるまではね。私たちの涙を飲んで一人だけ長生きしようなんて、火の一族じゃなければ海に沈めてるわよ。1000年生きれるってね。他には何もないみたいですね。なるほど。いやでもあの5人組釣りをしたってどういう意味だろうね。人魚を釣ったってことか。あいつら人魚さらったんじゃないのか。悪いやつだね、あの足元兄弟。さあ、輪島村に向かいましょう。はい、ただまあこの島、もう一度他に何かないか調べたいと思います。行くぞ。極楽太郎を仲間にしたいね。特に何もなしかな。あ、あんなところに天狗のいおり発見。ぐるっと回ればいけそうだね。はいはい、発見しました。天狗のいおり、後で行きましょう。 OK、 じゃあ戻ろうか。あ、これ洞窟行かなくても別にいいよね。巻物で戻りましょう。この葉峠、押水村かな。押水村の位置関係こちらだね。はい、さらにあの北東に向かっていきましょう。ただ一戦一戦がもう戦いだよね。あ、ちょっと待って、あんな人いた。なんか道具売ってませんか。あ、何か買ってくれると助かる。やった。お、ちょっと待って、飛脚の草履、飛脚のわらじは持ってるやつか。素早さ28。ちょっと待ってね。あ、持ってるやつだ、残念。はーい、あんたこ、まあまあまあ止まっていきましょう。よし、行こう。セーブもしておこうかな。こまめなセーブ大切ですよ。新たな情報ないかな。バカ力の大男ね、1000年前から牢に入ってたんだ。なるほど。さあ行こう。人命をこぜ。げっ、2人パーティーになって楽したいよね。歌舞伎のやつめ、従順じゃないよね全然ね。あいつどこにいるんだ。前回入ったのがこの洞窟ですね。でこっからさらに輪島村と、輪島村と
東のいおりね調べたいと思います。その前にこの北の方も行ってないよな。あ、もう見つけちゃった見つけたぞ、輪島村か。これはじめまして、なんだ緑の肉弾、金剛の巻物、守備力が90も上がったの。こりゃダメだ、多分攻撃は効かないよね。怪盗小枯らし、いや効かない、守備力さらに90上がったの。いや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 、ポニービー、あ効かない、いやどうやって倒すのよこれ。ライデン、よしいたぜ。なかなか個性のある敵が出てくるね。もうはメタルスライムバリの守備力になったよね。あ、輪島村着きました。さあ探すのは人魚だよね、人魚の姫様。情報収集したいと思います。人魚見物に富山から来たんじゃが、大きな岩が道を塞いで帰れなくなってしもうた。あ、富山から来たの、うん、あんたも見せ物見に来たのかい。あ、見せ物にされてるって、女王様の予想通りだね。人魚が見せ物にされてる。預かり所にね、巻物を預けましょうか。この清水にしようかな。はい、預けておきます。あとはまあいりますかね。この辺は歌舞伎のやつだよね。まあ持っておきましょう。占領、まあ、先に宿屋泊まりますか。はいはい、しっかり休むの、これ大事。情報収集いきましょう。おいおい、福井の永平寺に暗黒蘭が咲いたんだってな。村にも暗黒蘭のどす黒い花粉が飛んでくるようになったんだ。なるほど。さあ武器屋楽しみだね。鉄さえ切れる刀から豆腐も切れない刀まで。いやそんな豆腐も切れない刀、包丁以下じゃん。え、これだけ。竜神の矛、攻撃力56、値段の割には強くないね。あ、そんなことないか。56、シンプルでいいね56、一気のクワが52、4しか上がらないのに18000。いやこれはまあ余裕があったら買いましょう。見せ物小屋の座長は足元兄弟とかいう賞に出た。この暗いご時世に見せ物で街を明るくしようなんて立派な方たちよね。いや絶対違う。あー早く人形見てみたいな。は持ってるから、まあ百名丸は今はもう必須アイテムだね。5個持っときましょう。おたふくの麺って売ってるな何、あ、耐える、うん、おたふくの麺、守備力15、何なんだろう。100なら100だって、これからは顔にでも書いとけよな。どういうことよさあ情報収集。根の一族に怯えて暮らす毎日じゃからな、見せ物でも見て心を和ませたいわい。いや見せ物になる人の立場をね。人魚も立派なね生き物ですよ。人魚か、海の孤島に人魚の楽園があるという伝説がこの地方にはあるんじゃ。行ってきたよ。その島にはどこかの洞窟から行けるというが。あ、教えてくれてるね。さあ他にはここが見せ物小屋かな。わしは旅の霊能ばあさんじゃよ。おお、お
前さん人とは違う特殊な霊気を発しとるな。火のごとく激しく燃ゆる霊気じゃ。この村へ来る途中にも南東の島でお前さんと同じ霊気をが強く輝いているのを見たぞ。極楽太郎が発してるんだろうね。ここまで見せる超過激人魚ショー濃札美女人魚があなたにサービス、ただいま絶賛開催中。足元工業、青空市場不定期開催中。あ、ここ市場になるの？時々ここで青空市場が開かれるのよ。掘り出し物もたくさん売られるから私たち主婦には大人気なの。でも商人の気まぐれだからいつ開くかわかんないのよ。ちょくちょく村を覗いてみたら、あ、これちょっとメモっておこうかな。はい、メモしておきました。東の天狗も忘れずに。さあメインディッシュ行くか。いらはいいらはい、兄さん人魚見ていかない？向こうの娘は情熱的でさ、なかなかいいよ。ちょっと言葉が通じないところが、これがまたいいんだよね。その分ほれ、男ならわかるだろう。どう、今なら出血大サービスで第3枚ポッキリだ。なんだ第3枚って、全然わかんないけど。はい、張り切っていってらっしゃいませ。バグったかと思ったぞ。あー人形姫けなげに踊ってるよ。かわいそうに見せ物になって。いや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 、イルカじゃないんだから。わ、かわいそうにね。でもいやいややってるようには見えないけどね。どういうことなんだろう。ヒューヒューって言ってる。え、楽屋に行ってみる。あ、足元いるぞ。え、人形がどこだ。やっぱ魚も女も息が良くて身の締まりがある方が高く売れますわね。嫌なやつだな。足元よ。青空駅がついさっき開きました。攻撃力68、値段が96両、めちゃくちゃいいじゃないか。すいませんね、こっから先は関係者以外立ち入り禁止になってますんで。あ、人魚いるね、右上に。どうすりゃいいんだ。青空市場に、あ、閉められた。いや、やってないじゃん。騙された。青空市場やってねえじゃねえか。あ、わかった。これで見ずにこっちに行って、どうすりゃいいんだこれ。わかんねえ。やっぱ魚も女も息が良くて身の締まりがある方が高く売れますわね。え、なんか裏口ない？どういうことだろう。なんかあの人魚たちに話す方法ないのかな。
呼び込みたいよね。ここ入るともうまたあれが始まっちゃうんでしょ。ヒューヒューしか言わないよね。ちょっとセーブしてまた始まっちゃうかもね。これどうだ、やっぱり始まるよね。はい、ロード。裏口ない、なにこれ、仕組みが分かんない。ここも出ちゃう、あ、通れる、ん、通れるけど特に意味はない。なんだ、わかんないね。何この謎。なんか情報が足りないかな。なんかいろいろやってみたけど分かりませんでした。とりあえず保留にして、天狗の家折り目指しましょうかね。どうしたらいいんだ、どうしたら人魚を助けられるんだ。東行ってみよう。はじめまして。あ、戦ったことあるねこいつね。回転攻撃強い、敵の方が強い。剣法プロパゲレ、よし、とどめはこれで。いやもう一人で戦うの嫌だよ。うわー、めっちゃ出てきたー、これはきつい。じじい倒すか。まず一つ、何もしなかった。よし、チャンス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 。やばい、回復。いやいや無理無理、回復若草ではちょっと厳しい。よし、なんか何もしないのがありがたいね。いや強烈、あー回復。怪盗小林だ、泣きかない。もう一丁、怪盗小枯らし、いや効かない。こりゃきつい、こっち倒せ。よし、いける、危ない、回復。ふう、疲れるぜ一人での戦いは。人魚ね。とりあえず天狗様に聞いてみよう。到着。天狗様、俺は他の天狗と違ってな、今持ってる巻物をチートばっか使いやすくしてやれるんだぜ。何か他人のふんどしで相撲を取ってるみたいで申し訳ねえけど、気休めにしちゃ上出来だろ。すごいようだが一回だけだぜ、早速やってみるかい。どういうことだ。はい、よく使うのを選ぶといいぜ。あ、そういうこと、もちろん若草です。若草、若草の術でいいかい。はい、若草の巻物に使う技が1減った。もう一度俺に話しかけると、アンククランと根の一族の深いつながりについて教えてやるぜ。お願いします。暗黒乱を切っただけでその辺りの根の一族がいなくなっちまうから拍子抜けしまうだろ。あれには理由があってよ、あの花は周りの人間を
弱らせるのとは逆に、根の一族には競争作用があるのさ。夜になると黄泉が吹き出した息を垂れ流すのさ。そいつがなぜか根の一族から恐怖心を奪うんだ。ありゃ聞くぜ、世界中で自分が一番強くなったような気にさせる。ああ、天狗様も根の一族だからね。じゃねえと、おめえら火の勇者なんかとまともな神経じゃそうそう戦えるやつなんていやしねって。だから暗黒乱を切った途端、まあほとんどは今まで抑えてた恐怖心に潰されて廃人だよ。そういうことですか。若草の術の消費技ポイントが2に減りました。あ、これは地味にありがたいね。それはいいんですけど、人魚どうしたら助けられるんでしょうか。次回に持ち越し、今回はここで区切りたいと思います。他に行ってないとこないと思うんだよね。だから女王様にもう一回話しかけに行くかだね。それではまた、さよなら。